こんにちは。今回はトヨタのシエンタというお車に、シートヒーターを組み込んだレカロエルゴメドデーの装着の、業務の模様でございます。今回も東京の東側、千葉方面よりお越しいただきました。なかなか、タフな部分がありまして、純正シート下に立派なアンプがすでに組み込まれておりました。今回は取り付け金具の左右の固定棒を位置を少し変更させてもらって強度を出しながら固定をするという荒技に出ました。まあ問題なく使用ができるかとは思います。これがレカロシートの裏側で、これは純正シートの底面の突起部をカバーしてお車に収めているところの図でございます。なかなか一筋縄ではいかないところがございますが、なんとかきれいに装着が進行しております。その後に一旦座っていただき、高さや角度の検証をさせていただき、まあね、一旦、リセットを行っての、作業終了となりました。なかなか、体格によって好みの位置とか手順、いろいろ位相の差がありますので、一つになんでは先ほど申し上げたようにいかない部分もございます。今回は、以前には他の車で調整のみにお越しいただいた時の印象を覚えておいてで、新しいシートを当方でお求めいただいたということでございます。お困りの方はぜひジェットセットでシートをいかがでしょうか。